無釈旅行は1986年9月にリリースされた歌手、小形大作のシングルである。無釈旅行の石碑、無釈作詞、作曲は中山大三郎による。発売当時130万枚以上売れるなど大ヒットソングとなった。小形の代表曲である。歌詞には中国のチャンス賞無釈詞の情景が歌われている。この曲で、小形は 1987年の第29回日本レコード大賞金賞を受賞した。また、この曲で1987年の第38回 NHK 紅白歌合戦に初出場した。オリコンシングルチャートでは、1986年9月29日付で95位と100位以内に初登場し、1988年1月18日付で100位。 いない初登場から69週目にして10位にランクインした。TBSK The Best 10では週間10位以内のランクインはならなかったが、1987年2月12日放送の今週のスポットライトコーナーへ生出演を果たした。1988年度の日本音楽著作権協会の著作権使用量、分配額から推定したカラオケ歌唱回数では、 本局が推定4350万回で年間1位となった。これは全国のカラオケ店舗数30万店、平均年間営業日数を250日で計算したものである。無尺市の太古の湖畔にあるすっぽん頭なぎさ公園には本作の中国語版の歌碑が立っている。1988年3月に発生した上海列車事故により、 日本ではこの曲の放送を自粛していた時期がある。その後、作曲者である中山大三郎の時期で死だったハンダ二が死の一周期を追悼し、同じく尾形の持ち歌だった大連の街からとともに本曲をカバーし、2006年5月24日に両曲をカップリングしたシングルが発売された。無尺療上期を指名橋から、ありがとうございます。